どっかで乗った話に行って思ったけど、うん、今日ちょっとせっかくだからいてほしいんですよ、ここにね、ここにいてせっかくだから10代にもらえてほしいと思いませんか。10代に戻ってきた、残ってほしいと、せーほー、すごいです、皆さん、本当に。最高で完璧です。本当に完璧です。さあ、早速なので、今日ね、昨日からずっとですね、200戦ですね、予選を続けてきて、今日これから決勝戦で優勝者を決めますので、日本代表選手も2人いますので、皆さん、ぜひ応援してほしいと思います。間違いないです。そして、今日はしっかり応援をお願いします。もちろんです。さあ、じゃあですね、ちょっとこれから選手を紹介したいと思います。おい、皆さん、準備いいですか。さあ、それではここで今夜の主役をご紹介します。皆さん、
世界25カ国の代表20女性が8名今日います。そして昨日ですね1日かけて、予選を行い上位16選手が今日ここでトーナメントを行い優勝決定します。あ、そしてアブロメデリーです。よろしくお願いします。さあそしてですね日本からは昨年のワールドファイナルで優勝した徳谷がいます。彼は21歳愛媛県出身、さらに今年6月に開催した4予選の優勝者のなお、彼は和歌山出身ですがこの2名が出場します。はい、はい、出場します。でルールですが、ルールも1対1のフリースタイルフットボールバトルになります。1対1になります。時間は3分、時計がこちらありますね、3分時計があります。この3分で30秒交代でやります。 DJ は DJ マーレンのハイこの 8m の円形がバトルフィールドになります。手足の使用はパフォーマンスの一環としては可なんですけども手で取ったりすることは、できません。さらにジャッジはスタイル、コントロール、バラエティの3科目で、行われます。ジャッジはそちらにいますが後ほど、これでご紹介することになります。皆さん準備いいですか？セッティングが最高すぎてすいません、どんどん上がってます。ありがとうございます。もう皆さんも調子が乗りすぎて面白かったら東京タワー登って飛べるください。もうでパフォーマーがいてですね大技が出たりすると本当に騒いでいただければパフォーマーもどん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 上がっていくのでぜひとも、いい技とか悲しい技があったら大きな声で騒いでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、 OK、 じゃあこの辺で審査員の紹介に行ってみましょうか。そうですね、すいません、もう少し僕の話が聞きたいそうです。皆さん OK Fingers deep in the house、yep. ね、どうね。さあそれで、今日ですねこのフリースタイル改めて言いますが足、胸、肩、頭などを使うだけです。まあ、サッカーボールを使うのでもうあとはもう皆さん、見ていただければ、というふうに思います。僕も昨日ずっと予選、200試合ぐらい見たんですけども全くできない僕が多分家帰ったらできそうになるぐらい見てて楽しかったのでぜひ皆さん、初めて見る方も、普段見られてる方もぜひチェックしてほしいと思います。はい、はい、ではですね、日本をレプレゼントということで今日この素晴らしい登場でやってますが今日素晴らしい出し物そしてパフォーマンスもいくつかありますのでこれもちょっとね、レッドブルでしかできない、素晴らしい、演出のものが、待っていますのでそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、もうちょっと話を聞きたいです。今日皆さん、J スポーツで生中継です。生中継です。その生中継の時間の帰ってくる時間まで僕は話をしなきゃいけないんですよ。ここでボール使えばいいんですけどできませんので、すいません本当に。はい、改めてリュウと言います。よろしくお願いします。今年ユンチューコンバーベルでみんなに若いぞ。よし、俺についてくれるかな、みんな。今日は本当に大勢ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ、あと30秒喋ります。おい、まあさっきの曲ないのかい。